ゾンカッパは、チベット仏教最大の学僧であり、代々のダライラマの所属する宗派ゲルク派の改造。本名は、ロサンタクパの所在地の地に生まれる。ゾンカッパとは、ゾンカの人という意味で、出身地の地名にちなんだ通称である。ゾンカという地名の語源は、木の地であり、人を加えると、木畑の人という意味ともなる。守護尊は、モンジュ菩薩と、バジュラバイラバ。 アティ社シャのイド道討論二範をとって主張母大道次第論を表し、仏教のあらゆる教説は教者が凡夫から悟りへと至る修行の道程として統合されるとするラムリムの思想によってチベット仏教教学を体制した。また秘密道次第を筆頭に密教的著作も数多く残している。思想的には中間基硫派の立場をとり、 謙虚においては特にチャンドラキールティの説を報じた。また、それとこうして、密教教義の解釈にも中間派的な視点からの捉え直しを行い、中でも、精油画などを乾燥上のものと規定することで、佐藤密教的な実践を廃し、修行者に自戒を求めたことは、後期の粛清の面で大きな役割を果たした。1419年、自らが開いたガンデンで死去。 墓は、同時内にあり、チベット仏教の伝統により遺体は、ミイラ化されて保存されていたが、文化大革命に伴う寺の破壊に伴い遺体も、散逸した。現在は再興した寺に再建された病院、回収された遺骨の一部が収められている。ありがとうございます。